おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。それではまず砥石の説明からさせていただこうかなと思います。砥石、包丁を研ぐためにまず必要なものといったら当たり前ですけど、まず砥石ですよね。これがないと包丁は研げない。で、砥石っていうのは紙のヤスリとかと一緒で、数字でこの粒子の硬さとか細かさを表していきます。300番とか400番になると結構粗い方で、まあ、そのがっつりとね、ザクザクと包丁を修正するように使うような砥石で、1000番とか1500番とかになってくるともっと細かくサラサラになってきて、まあ、その仕上げに使うような砥石という感じでしょうか。で、人によってはその2000番とか3000番とか使ったりとかもするんですが、とりあえずまあ一般家庭においては1000番前後があれば良いかなと思います。おそらくホームセンターに行けばこういう貝印の両面タイプの砥石が売っていると思うんですよ。初めての砥石だったらもうこれで十分だと思います。これは貝印のコンビ、両面タイプの砥石で、下が400番そして上が1000番になっているようなものです。おそらく2000円とか3000円とかそのぐらいで買えるようなものって、まあ、1回買っちゃえばかなり長持ちすると思うので、まあ、安い投資だと思ってちょっと揃えてみると良いかと思います。で、これを使っててもっと物欲が湧いてきたら、こういう砥石とか、これはキングデラックスっていう多分1000番だと思うんですけども、1000番の砥石だったりとか、あとこれはセラミック砥石ですね、1500番のやつ、シャプトンというメーカーのものだったりとか、まあ、こういったものを揃えてみるのも面白いんじゃないのかなと思います。ではでは、ちょっと研ぐ前に砥石を水につけておいて、水をしっかりとこう、ね、たっぷり含ませてあげなければいけないので、まあ、何かしらこういうザルとかボウルとかにお水を張って、5分10分放置してあげましょう。で、こんな感じになると、その砥石からぷくぷくと、泡が出てくるのがわかるかと思うんですが、とりあえずこのまま放置します。で、まあ、こういうセラミックのタイプは水につけておくと逆によろしくないので、初めての砥石でセラミックは買わないと思うんですけれども、まあ、もしセラミックの砥石をお持ちでしたらば、使う前にちょっと濡らしてあげれば十分です。では、砥石を水につけている間に、ちょっと包丁の話とかもしていってみましょうか。とりあえず、一人暮らしにおいても、ご家族暮らしにおいても、一般家庭でまず揃えておきたいなっていうのは、こういう万能包丁とか、三徳包丁っていわれるタイプの包丁ですね。そこそこ刃渡りがあって、で、両刃であって、ステンレスとかでできてて、そこそこ錆びに強いと。なんかこういうのを1本持っておくと、なんだかんだで一般家庭ではこれが一番よく使う包丁になるかと思います。僕が使っているのは、これは貝印のプロセフト SE3000 という包丁なんですけれども、いろいろ包丁持ってますけど、なんだかんだでこれが一番よく使うし、もう6年、7年、8年ぐらいずっと使っているような包丁、もしかしたら10年経っているかもしれないです。まあ、なんだかんだで未だに第一線で活躍する包丁です。まあ、SE3000 ってことだから、多分2000円後半とかで買える包丁だと思うんですよ。まあ、興味がありましたら、こちらも試して、買ってみていただけると良いかなと思います。で、この万能包丁からスタートして、もっといろいろとね、あんなんやりたいな、こんなんやりたいなっていうのが出てくると思うんですよ。もうこれでも十分、そのお肉切れるし、野菜切れるし、お刺身とかも切ろうと思えば切れるし、唯一できないこととしては、骨をぶった切ることと、あと、ペティナイフで使うようなこの細かい作業がやりづらいということ。まあ、そんな感じで、切っ先がなんかちょっとこうね、厚いとか、先っぽがこうね、尖ってないとか、いろいろあるんですが、まあ、こういうのが不満に思ってきたならば、こういうちょっと刃渡りがちっちゃくて、尖っているタイプのペティナイフを買ってみたりとか、あとお刺身とか、骨をぶった切るとき用のこういう片刃ってやつですね、こっち側がその刃になっていて、後ろは平らっていうタイプの刃、片刃を揃えてみたりとか。あと、牛刀っていって、先っぽがすごい尖ってて、単純に大きいやつとかを揃えてみると良いかなと思います。普通に包丁専門店とかで買ったりとかすると、こういう柄のところにこう名前を入れてくれるサービスをやってくれたりとかするんですよ。わかりますでしょうか？これ、滝沢って入ってるんですけども。なんかこういうのあると、すごく嬉しいじゃないですか。1万円ちょっとぐらい出せば、まあ、こういうのやってくれたりとかするんで、まあ、興味が出てきたらこういうのを揃えてみると良いんじゃないのかなと。思います。まあ、基本的に
その三徳包丁を使う方がほとんどだと思うので、今回はとりあえず両刃包丁、こういう片刃じゃなくて両刃包丁を使って包丁を研いでいきたいなと思います。はい。ではではだいぶ砥石が水を吸い込んできてくれたみたいなので、まあ、実際に包丁を研いでいこうかなと思います。いろいろとこの覚えておいていただきたいポイントはたくさんあるんですけれども、まあ、その辺はちょっと包丁を研ぎながらお話をさせていただきますので、ちょっとお時間いただいて申し訳ないですけれども、一通りこの動画を全部ご覧いただいた方が何かとスムーズかなと思います。とりあえず一番最初に気をつけたいのは、こういう布巾とか雑巾とかを固く濡らして固く絞って、まあ、滑らないセッティングをしてあげるということでしょうか。当たり前ですけれども、この上にその砥石を置いて、研いでいくわけなんですが、その時にこう砥石が、ね、一緒にこうバーッと動いちゃったり滑っちゃったりとかすると、まあ、最悪指を切ってしまったりとか怪我をしてしまうことになりかねないので、まあ、この滑らないようにするセッティングはしっかりとやってあげると良いかなと思います。で、先ほど僕がおすすめさせていただいたこの貝印のコンビ砥石に関してはこういう台座がついているので、まあ、せっかくだからこれも使いましょう。ある程度この高さがあった方がやりやすいんですよ。低すぎるとその指が当たっちゃったりとか包丁がね、疲れちゃったりとかして逆に危ないので、ある程度こう高さを出してあげるためにも台座を使ってあげると良いかなと思います。で、とりあえずちょっとやってみましょうか。荒研ぎからスタートしてみたいと思います。400番のコースをレッツトライ。はいとりあえずこの中では僕はこれが一番どうでもいい包丁なので、とりあえずここからやってみたく思います。こんな感じで研いでいきます。で、裏返して逆側も。こんな感じで、まあ、研いでいって。ってあげるわけです。今ちゃちゃっとやっちゃいましたけれども、とりあえずここで気をつけていただきたいのは、右手と左手をこう完全にリンクさせるということですね。右手でしっかりとこの包丁を握って、でこう傾かないように、左手のこの指で、この補助をしてあげつつ、で右手と左手を完全にこうリンクをさせながら向こう側に持っていくと。この時に右手がこう先行してしまうと、まあ、このぐらつきが出てしまってうまく解けない。で、左手が先行してしまうと、もう考えるだけでもちょっと恐ろしいことになってしまうので、必ずこの右手と左手の動きがリンクするように、心がけてみてください。慣れないうちはとにかくゆっくり、そしてここ、この左手の親指をこの包丁の背に当てながらやっていったりとかすると、こっちが先行する分にはね、もう別に何回かやればいいんですけれども、こっちがいっちゃうとちょっとあれなので、この親指をストッパーにして、ゆっくりと。やってみていただけると良いかなと思います。ゆっくり、このぐらい。で、もし仮にちょっと指がずれちゃったと思ったら、その場でちょっと一回止める。その指が先行しちゃったとかそういうの関係なく、なんかちょっと意図しない動きを包丁がしちゃったら、必ずその場でポッとっていう感じ、必ず止める。という感じです。で、うまく研ぐためには、この角度と押しの強さがすごく大事になってきます。角度、よく言われるのが、この刃を置いて、この包丁を角度つけたときに、ここの間に10円玉が2枚この入ると良いと言われております。例えば、これだと寝かせすぎ、で、これだと開きすぎ、ここの合間が10円玉2枚ぐらいの厚さになるようにして、で一定に向こう側に持ってって戻す、向こう側に行って戻すという作業が良いとされてますが、まあ、実はこの辺ちょっと刃の種類とかによって違ったりとかするんですけど、まあ、目安としてはそんな感じです。で、押す時に軽く押しながらこう体重を乗せるというのはちょっと大げさですけれども、軽くこの押し付ける感じで押す。で、引く時はもう力を解放して軽く引く。押す、引く、押す、引く、押す、引く、こんな感じでやっていってあげましょう。で、慣れないとその、ち
っちゃいところでこのコマ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 とやりがちなんですよ。ちょっと極端に言うとこういう感じで、これだとその砥石の一部分だけにね、すごいこのダメージを与えてしまったりとか、刃にもあまりよろしくなかったりとかするので、できるだけ大きく砥石の全面を使うような感じでやっていってあげましょう。で、この砥石のサイズと刃のサイズは刃のサイズはもちろん合わないので、まあ、この大きさによるんですが、この場合だったら4箇所ぐらいに分けてあげると良いかなと思います。ここでまずちょっと研いで、次はここで研いで、でこの辺で研いで、さっきここはちょっと重点的に研ぐみたいな感じで、大体4ブロックぐらいに分けてあげる感じですね。で、この回数とかも刃の状態によるんですけども、とりあえず5往復ぐらいを目安にやっててみましょうか。5往復。端っこから、1、2、3、4、5。そしたらなんとなく次のブロックに移して、ゆっくり1、2、3、4、5、次のブロック1、2、3、4、5、次、先っぽに関してはちょっと角度をつけてあげないとここが当たらないので、ちょっとよく見ながらやっていただきましょう。1、2、3、4、5、こんな感じです。そしたら裏返して、また同じようにブロックを分けて1、2、3、4、5、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 こんな感じで研いでいただきます。こっち側の向きのときは親指がストッパーになりましたけれども、逆向きのときはこの人差し指とか、ここら辺にこう当ててね、ストッパーにしてあげると、左手がこの先行することがないので良いかなと思います。まあ、とにかくゆっくり、怪我だけはしないようにやってみてください。で、この砥石を、研いでると、この砥石のカスが出てくるんですけれども、まあ、この辺は適当に流しながらやっていきましょう。この細かさによって、その砥石のこのカスの扱い方が違うんですけど、まあ、この表面が乾かないようにだけ最初は気をつけてやっていただければ良いかなと思います。で、これを、まあ、好きなだけ繰り返していくと、とりあえず今回は2周してみましょう。5回、5回。で、1周。今1周したので、次2周目行ってみます。1、2、3、4、5。裏返して、1、2、3、4、5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 、こんな感じです。で、こう何回か研いでいくと、返りってものが出てくるかと思います。うまく包丁が研げていれば、返りが必ず出るはずなんですけれども、ちょっと返りの話をさせていただきましょう。返りとは、こう刃がありますよね。これがその包丁の刃だと思ってください。野菜切るで、おお、スパン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 って感じの刃だと思ってください。包丁を研ぐってことは、この金属を削るってことなので、まあ、刃のこっち側を砥石で削って、今度は逆側を削って、こっち側を削ってっていう感じで、これをこの鋭利なものにしていきますよね。で、うまく研げていると、この刃の先っぽのところが、こういう感じでこう曲がるんですね。こんな感じです。わかるかな？わかりづらいな。こういう感じで曲がります。先っぽが、うにゃって。曲がるというか、金属片がつくっていう感じなんですけれども、この返りを最終的に落としてあげましょう。ある程度研いだら、このカスをとりあえず落としてあげて、そしてちょっとこの指で撫でるような感じで包丁の刃を触ってあげましょう。そうするとなんかザラザラしたものを感じると思います。あの刃の先っぽの方でこのザラザラしたものがさっき言ってたこの刃がねちょっとこう曲がってしまった返りになります。返りを落とすときは本当軽くで大丈夫です。まあ、目安として2往復やってみましょう。返りを2往復。こんな感じです。そうすると、さっきのザラザラがなくなったのがわかるかと思います。
帰りが全く出てなかったら実はあんまり溶けてないです。帰りがしっかり出てるようだと結構しっかり溶けてるっていう一つの目安になるんですけども、まあ、もし帰りが出てたらなんかそのままだとねあまりまた切り味がよろしくなくなってしまうので、まあ、ちょっと軽く落としといてあげましょう。で今400番のこの荒研ぎでやりました。で日常的にもう月に1回ずつぐらい、うんまあ、使用頻度によりますけども月に1回ずつぐらい包丁を研いであげてればもう旋盤の方でも十分です。荒研ぎしなくても全然大丈夫。旋盤の方で軽く5分くらい時間を使ってあげて研いであげればもう十分、刃の切れ味が持つかなと思います。でやり方はほぼ一緒、何個かブロックに分けて角度をつけて押すときに軽く押しながら押してで角度が変わらないように気をつけて軽く引く1往復で2345、まあ、こんな感じで繰り返していくような感じでしょうか。で慣れてくるとその砥石は大きい方が断然やりやすいので、まあ、興味があったらこういう大きい砥石を用意していただけるとまた面白いかなと思います。でもやり方は全く一緒。1、2、3、4、5。で、またさらにそのちょっとしたコツなんですけれども、下半身を安定させて、研いでいくと良いかなと思います。その下半身がこうブラブラしてしまうと、上半身もブラブラしてしまって、手元もブラブラしてしまうので、まあ、こうちょっと斜めにこのハの字でその構えたりとか、あとこういう壁とかに少し横かかる形とかもいいですし、僕はちょっと先ほどから動画を見ていただいて分かるかと思うんですけれども、結構この左足の膝をこの壁に押し付ける形で下半身をはあの安定させていることが多いです。まあ、この辺はその皆さんの、なんていうんですかね、癖といいますか、やりやすい方も見つけていただければなと思うんですが、そんな感じで下半身を安定させると、まあ、手元もぐらつかずに良いかなという感じです。ちょっとそのまま続けてやっていってみます。乾いたら濡らして、で、セットして、まず5往復。1、2、3、4、5。裏返して、5、1、2、3、4、5。で、また裏返して。あの袖が邪魔だ。こんな感じでしょうか。で、また帰りが出てないかちょっと見て、帰りが出てるようだったら、まあ、少し落としてあげると。こんな感じで、一通り終わり、終わりじゃないか、一通りって感じです。で、ある程度この作業を重ねていったら、この親指を使って切れ味の方を見ていきます。とりあえず、この単純にその親指の爪にこの包丁をストンと乗せるんですけれども、この時にその軽くクイッと、なんか食い込む感じがあったならば、まあ、よく研げているかなという感じです。逆にこれがそのポンといったときにですね、刃先が全然食い込まずに、そこそこささささと横にずれてしまうだと、まあ、ちょっと研げた方が良いかなという感じでしょうか。まあ、初めて包丁を研ぐとなかなかそこまでいかないと思うんですが、とりあえず目標としては、この親指にストンとちょっと食い込む感触があって、横にこうずれない、この辺を目指していただけると良いかなと思います。で全体的にこのこう中指とかもうまく使って、この切れ味をちょっとこう見ていくわけですね。で、どっかしらにその切れ味が変わるポイント、なんかツルツル滑ってしまうようなポイントがあったら、まあ、そこを修正していくと。まあ、大体僕は毎回毎回、その先っぽはすごく怪しくなるので、やっぱこの辺がちょっとツルツルするかなって感じですね。そしたらまた、そこだけ入念に。
距離が出ます。そうするといい感じで、わお、食い込んだぜという感じで、仕上がりという感じでしょうか。で、このままその金属片とかが入ってしまうと風味、食材の風味に悪影響が出てしまうので、しっかりとその中性洗剤で洗い流しましょう。で、最後、この工程はやらなくてもやってもどっちでもいいです。やってもやらなくてもどっちでもいいです。タオルをこう左脇に挟んで、で、こうちょっと引っ張るような感じにして、右手で、左手でちょっとこう、ぐっとタオルを引っ張ってあげます。こんな感じ。ここがなんかパンパンと引っ張られる感じですね。ここに向かって、この歯の後ろ側というか、逆側を、まあ、撫でるような感じで、何回か。やってあげて、これでいよいよ、まあ、完成という感じですね。このタオルのくだりは、これ、僕がその鎌倉の包丁屋さんで教えてもらった方法なんですけれども、まあ、一応せっかく教えてもらったからこんな感じでやってますが、これは別にやってもやらなくてもどっちでもいいです。で、まあ、水気をよく拭いて、うん、ちょっとこう切れ味を確認して、こういい感じってにんまりして、完成という感じです。どうでしょうか。で、先ほど言ったようにその日頃からその手入れしている包丁に関してはそんな400番とか使わなくても全然十分なんですよ。1000番で本当ね、サササッとやってあげるだけでも全然切れ味が変わってくるとですね。まあ一応これは1週間前ぐらいにやったばっかなんですけど、まあ結構切れるんですけども、まあちょっと切れ味が悪くなったとして、まあ、ちょっと研ごうと普通に砥石を濡らしておいて、よし、レッツトライ。で、さっきの、牛刀と一緒な同じ感じで、まずこちらから5回。入り落としてあげて、で、様子を見ると。うん、いい感じでしょう。で、まあ、ここで終わりでもいいんですけども、まあ、自分はいつもその1500番までちょっと仕上げるので。またさらに同じような感じで、まあ、こんな感じで仕上げると。うん。なんかまあ、これはすごく、普通に日頃から手入れしているので、全然問題なく、まあ、また切れ味が凍ってきたかなって感じですね。で、洗剤で洗って、さっきやった方法で、まあ、この、タオルにこすりつけるような感じで、なんなんですかね、改良を取るって意味があるんですかね、これは。なんかよくわかんないんですけど、これやるといいよって言われたんで、とりあえずやっております。まあ、これで完成って感じでしょうか。どうでしょうか。なんかこの僕がいると細かくベラベラ喋ってしまったので、まあ、難しく感じてしまったかもしれないんですけども、まあ、実際やってみれば、ああ、大して難しくねえなってことに気づくかと思います。で、その刃物を研ぐっていうのは、実はすごく奥が深いことなので、まあ、言ってみれば、僕もこんなに偉そうなことベラベラ喋ってますけど、全然できてない部類なんですよ。けど、まあ、この見よう見まねといいますか、本当にそのなんちゃって素人目線というか、まあ、そんなやり方でも、粗いやり方でも、結構切れるようになると思います。少なくとも何もメンテナンスしてないよりかは全然いい感じです。
全然メンテナンスしなくてすごい切れ味が悪くなった包丁を皆さんが使ってたとして、今初めてその包丁を研いだとするじゃないですか。で、全然返りも出てないし、なんかこう、あ、これうまく研げたか分かんないなって思ったとしても、実際その食材を切ったりとかしたら、もうすごい歯の食いつきが全然違うことにびっくりするかと思いますので、ぜひと もう包丁を少しでも使う機会がある人でしたら、もう包丁の研ぎまで覚えておいていただけると嬉しいなと思います。で、また趣味がこうですね、こういろいろ砥石を揃えたりとかしても面白いですし、でギターと一緒で、その研ぎが上手くなってくるとすごいよく切れるようになってくるんですよ。その過程を楽しむのもまたすごく良いなと思います。ちゃんとこうね、修行を積んだというか、その本当に職人さんの人から見たら、ね、この僕の話なんか、もう何言ってんのお前って、もうそんなもうアマちゃんがその偉そうにベラベラ喋ってんじゃねえよって、なんか怒られるんだろうなっていうのは分かってるんですけども、まあ、この動画がね、その皆さんの研ぎ石に対する、研石に対する興味のきっかけになって、まあ、ちょっと研石チャレンジしてみようかなと思っていただけたならば、僕としてはすごく嬉しいなと思います。本当ね、切れる包丁、じゃ逆か、切れない包丁ってすごく危ないし、そのストレスになってしまうので、まあ、ちょっと自分でその研ぐ包丁を研ぐ癖をつけてやってみていただけると嬉しいなという感じです。で、まあ、全部終わったらこんな感じで、その陰干しといいますか、まあ、ちょっとね、水気を切っておくような感じにしてあげればもう大丈夫っていう感じです。さっきも何度も言いようですけども、1ヶ月に1回くらいやってあげればもう十分なので、まあ、ちょっと最初はめんどくさいかもしれないですけども、ぜひとも、包丁研ぎチャレンジをしてみてください。で、楽しい包丁ライフ、料理ライフをエンジョイしましょう。それではまた次回、さよなら。